はい、こんにちは、116インズです。さあ今回はドジャースについて話していきますが、今年のオフのドジャースはドジャース比で割と静かなオフをここまでは送っていますよね。2019年のオフはムーキーベッツのトレード、2020年オフは FA 市場の目玉であるトレバーバウアーとの契約、昨年のオフはフレディ・フリーマンと6年契約を結んだりと、毎年何かしら大きな動きに出ていた印象があるだけに、今年はちょっと動き方が異なっている印象。特に今オフはトレイ・ターナーが抜けるショートに大物選手が多数いたため、誰か一人を獲得する展開あるかなと思っていましたが、結局全員ドジャースに来ることはなかったと。今年はともかく最近はヤンキースが割とおとなしかったため、今やドジャースがどちらかといえば新悪の帝国的な存在であって、潤沢な資金力を生かしながら一流選手をずらりとロースターに並べる編成を近年組んできましたが、今オフは異変が生じていると言ってもいいでしょう。今回はドジャースが静かなオフを過ごす理由を見ていきたいと思っています。ドジャースは今オフ主力選手を含めかなりの選手が FA でチームを去る予定、あるいはすでにチームを去っています。大きなところでは先ほども触れましたが、トレイ・ターナーが11年総額3億ドルの大型契約にてフィリーズへ移籍、ジャスティン・ターナーはレッドソックス、2019年に MVP に輝きながらも近年の不振でノンテンダーとなったコーディ・ベリンジャーはカブス、今季1年契約ながらキャリア以来を迎えたタイラー・アンダーソンはエンゼルス、アンドリュー・ヒーニーがレンジャーズなどとなっています。現在 FA のプライスとキンブレルもドジャースに来年戻ってくることはおそらくないでしょうから、ここに出ている合計10人の選手だけでドジャースは総年俸ペイロールからおおよそ1億1000万ドルほどのお金を削減したことになります。これだけで一部チームの総年俸を上回る結構な額です。またこれだけ削ったということは、裏を返せば今期と同程度のペイロールを維持するなら、それだけドジャースが補強に回せるお金があるとも捉えることができますよね。では実際にドジャースが補強に使ったお金いくらでしょうか。正直ドジャース比ではそこまで使っていないですよね。コンフの主な補強は全て1年契約で、クレイトン・カーショーと2000万ドルで再契約、シェルビー・ミラーに150万ドル、ノア・シンダーガード1300万ドル、JD ・マルティネス1000万ドル、使ったお金は合計4450万ドルです。ただそもそもとしてカーショーは今季もドジャースでプレイしていましたので、ペイロールの増額という意味では来季年俸2000万ドルとの差額は300万ドル程度ですので、コンオフの補強によるドジャースのペイロールの増額は2750万ドル程度、まあ全くお金を使っていないわけでもないですが、あれだけの選手が一斉に抜けた状況で、かつこれまでのドジャースが選手に回してきた金額も考えると、補強資金に余裕がある中でこの程度ですので、財布の紐を固く締めている印象はやっぱり受けます。ではなぜこのような動きに出ているのか。まずおそらくですが、ドジャースはこれまでよりもペイロールを削減した意向が少なくとも今に限ればあると思われます。ドジャースは2021年シーズンと2022年シーズン2年連続でペイロールが贅沢税の課税ラインを超過していますが、連続で贅沢税の対象となる年が増えるほどペナルティは重くなり、3年以上連続で超過した場合には超過額に対して最低でも 50% の税率が課されます。これはドジャースといえど軽くはない負担です。一方で一度ペイロールが課税ラインを下回る年が出てくれば、この連続のカウントはリセットされます。スポトラックによれば、ドジャースは来期2023年の贅沢税計算上のペイロールが2億1100万ドルと推定されていて、課税ラインの2億3300万ドルを現在2200万ドルほど下回る計算となっています。つまりこれ以上大きな補強がなければ、ドジャースは来期贅沢税の対象でなくなると。一度リセットしてしまえば、2024年に再度ペイロールが贅沢税の課税ラインを超過したとしても、最低税率は1回目の超過時に適用される 20% からスタートとなるため、ドジャースはこれを狙っていそうです。ただそうは言っても、まだ2000万ドルくらい使っても来期贅沢税の対象とならずに補強できるじゃないか、これだったらマルティネスとか取らなければ大物 FA 選手1人くらい挑戦できたんじゃないかと思われそうですが、贅沢税の対象とならないために少し余裕を持たせておきたい事情がドジャースにはあります。それがバウアーの出場停止の問題ですね。バウアーは今年の春に MLB から324試合の出場停止処分が言い渡されていますが、出場停止期間中ドジャースは年俸を支払う必要はなく、贅沢税の計算からも除外されます。しかしバウアー側は処分を不服として異議申し立てをしていまして、この結果が近いうちに出るのではないかと先月ロサンゼルスタイムズのビル・シェイキン記者が報じていました。仮に異議申し立てによって処分が完全に覆る、あるいは出場停止の試合数が減った場合、ドジャースはその試合数に応じてバウアーに年俸を支払う必要があり、当然その分も贅沢税の計算に入ることになります。処分が完全に覆った場合、バウアーの契約ですと最大3400万ドルが再度ドジャースのペイロールに加算されることになり、場合によってはその加算分によってドジャースが贅沢税の対象となってしまう可能性も考えられますし、かなりの額贅沢税の支払いが発生する恐れもあります。これをドジャースが気にしているのではないかと言われていますね。
まあドジャースの動き方からしてバウアーに対する処分が完全に覆るというよりは、せいぜい出場停止の試合数が減る程度と見込んで、今2000万ドル程度の余裕を持たせながら補強していると思われますが、このバウアーの件がドジャースの補強の足かせとなっている側面は少なからずあるでしょう。またドジャースのコンフの補強が1年契約のみなのもおそらく理由がありまして、2024年に向けたペイロールの整備という意味合いもあるのかなと。現時点のドジャースで2024年も契約が残っている選手は、オプションを含めなかった場合、ベッツ、フリーマン、テイラー、バーンズの4人しかおらず、年俸調停等の影響を加味してもめちゃくちゃペイロールに余裕がある状況です。これはもう分かりやすく来年オフの FA 市場に備えているのかなと。来年の FA 市場はこのまま契約延長等なければ、惑星最高の野球選手である大谷翔平選手が出てきますし、この他にもレッドソックスのデバースや、オプトアウトした場合にはマチャド、シャーザーといった選手たちも出てきます。ここでドジャース大補強を目論んでいるのではないかと言われています。特に大谷選手についてはドジャースかなり本気で取りに行くのではないかと噂されていて、まあ実際予想される大谷選手の年俸を払えるのもドジャースくらいしかいないようにも思います。今年30歳のシーズン終了後に FA となったアーロン・ジャッジが9年総額3億6000万ドルの契約を手にしたことを考えると、来年28歳のシーズン終了後に FA となる予定、つまり今年のジャッジよりも2歳若く FA 市場に出てくる大谷選手に対して、今回のジャッジを上回る契約はおそらく出るでしょうし、総額4億ドルあるいはそれ以上となる可能性も十分あるのかなと。ドジャースは少なくとも今のペイロールの開け方からして、その規模の契約を出す準備は整いつつあります。ポジションについても DH は来年は JD マルティネスが務めるでしょうが、1年契約なので2024年に向けて支障はありませんし、先発陣に目を向けてもゴンソリン、メイ、トミージョン手術から順調に復帰できればビューラー、あとは現役続行するならカーショーとまた再契約しそうなので、このあたりが入っている可能性は高いものの、あとは流動的。来年オフドジャースからフリオ・ウリアスが FA となる予定なので、ウリアス流出の可能性も考えると、大谷選手のようなエースクラスはやはり欲しいでしょう。ボビー・ミラーやライアン・ペピオなど若手も控えていますし、必要であれば追加の先発補強もできるだけの資金もありますので、コンテンダーをやりつつ強力な6人ローテを形成できそうな数少ないチームのようにも思います。大谷選手も勝利への思いを話していたこともありましたし、エンゼルスと契約延長に至らなかった場合にはドジャースは移籍先の候補としていろいろな条件が揃ったチームとなりそうですかね。このあたりの事情が影響してか、ドジャース比で節約のフェーズとなっていますが、ここから大きなトレードとかない限りは、来年のドジャースは若手選手も試しながらのつなぎの1年になってくるかもしれませんね。あれだけの戦力がありながらもドジャース結構いいプロスペクトも多く、出場機会をもう少し与えたい選手も多数いますので、このあたりからまた主力クラスは出てくるのでしょうか。同じ地区ではパドレスとジャイアンツがそれぞれショート市場で大補強し、ドジャースの立場を脅かそうとしている状況でありますが、来年のドジャースは近年とは少し違った戦いぶりを見せてくれそうです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。